このようなテクノロジーというのはさらに進めて、まあ、いろんな交渉にもよりますけれども、アフリカの方に移転していくことができる問題で、技術でもあります。もう一つのポイント、非常に強力のポイントといたしましては、ジルカスとともに行っている協力なんですけれども、これはサビ病に強い大豆の研究ということです。まあ、非常にサビ病、大豆サビ病というのは非常に深刻な問題でありますので、この写真で見ていただけて分かりますように、もう 100% になってしまいますと、まあ非常に深刻なことになりますので、この分野におきましても私たちは今仕事を行っているところであります。またこの協力を、国際的な協力というのを、このテクノロジーをアフリカに持っていくということを知っております。この今どちらかというと主な主要な主軸というのは南北の軸、基軸だというふうに思います。北から南へという協力の形です。それを南から南への基軸というものを作っていけることができるというふうに思います。私たちは、まあ、3カ国間の協力ということも、ことをやっていけると思います。まあ、北の協力を得て、例えば日本の協力を得て、南と南の、基軸の協力を行っていくということが、この3カ国間の協力というのを行っていくことができます。これは、ガーナにあるエンブラッパの事務所です、オフィスです。3階にあるんですけれども、今2人の研究者がここで働いております。そしてこの事務所というのは、このいろいろなアフリ、ただ単にガーナだけではなく、アフリカの周辺諸国との協力というのも行っております。私たちが今行っている活動というのは、41のエンブラッパの持っている研究所とか、またその他のパートナーシップを取っている大学研究機関の協力を得て、アフリカにテクノロジーを移転していくというものです。ここにあまり詳しい詳細にはここでは入りませんけれども、ただ単にテクノロジーだけではなくて、アグリビジネスですとか、また民間の分野を取り込んでいくという活動というのも大切になってくると思います。アグロビジネスのプロジェクトですとか、また気候のインディケーターについての研究ですとか、また大学による研修とかですね、これはもうすでに今行えていることなんですけれども、アンゴラの研究システムの改革に協力するということで、アンゴラの農業研究機関を、まあ、エンブラッパ版のような、エンブラッパと同じようなアンゴラ農業研究機関を作っていくという協力です。でもう一つは、トウモロコシですとか大豆ですとか、をパートナーシップを取って、このアンゴラの機関と、アンゴラの政府と協力して、開発を行っていくという協力です。そしてまたエンブラッパとコンストラン、ノーザンシュガーというところとの協力です。ここは3万ヘクタールのサトウキビ畑があります。ここのまずの初期段階のプロジェクトでは、これは300ヘクタールのキャッサバイモの面積があり、耕作面積がありまして、まあ、ここにエタノールと製粉工場を作るという協力です。そしてこれは、これらのテクノロジーというのは、まあ、小さい小規模、中規模、そして大規模農場主、アフリカの農場主に対して協力が行えるものです。まあ、そのキャッサバイモ、果物、トウモロコシ、ソルガム、大豆、トウモロ、綿花、種子、飼料、飼料ですとか、また牛肉、酪農品、サトウキビ、エタノール、ビオディーゼル、まあ、こういうものを生産するための機械、工作機械というものを協力することもできます。また土地の区画ですとかモニタリング、また土壌と水の分析ですとか、また生産システム、持続可能な生産システム、まあ、アグロインダストリーとか、まあ、このような、もう時間がありませんので詳しくお話しませんが、このような点で、面での協力ができていくと思います。もういろいろな全部は話せませんけれども、いろんなテクノロジーが協力することができます。でこれは
エンプラッパの事務所がガーナで開かれた時のオープニングの時の写真です。ルーラ大統領の出席のもとオープニングが行われました。またガーナの大統領も出席されました。そして、エンプラッパの公社の総裁も参加しております。エンプラッパだけではなくブラジル政府も、この協力には積極的に参加しております。こちらの方に、コンタクトポイントとなる私どもの連絡先、まあ、アフリカの連絡先、クラウディオ・ブラガニチーニというのがヘッドになっておりますけれども、またエムラッパの本部の、責任者等の連絡先が載ってありますので、ぜひご利用ください。ありがとうございました。